スニコン。はい、メッチチャンネルです。メッチ、今からどこへ？インテックス、スニコン行ってきます。その前にチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。今歩いてます。いや、どこなんかな、インテックス大阪って。わからん。あの、なんだ、コスモスクエアから歩いてんねんけど15分ぐらいかかるらしいね。電車乗ればよかったぜ。どこやろ、こっち ATC があんねんな。どこかわからん。まあ、適当に歩こう。適当に着くかな、これ。もうすぐ着くかな。もうすぐですね。ようやく到着。10分から15分歩きました。ついに来ました。並んでるんかな、これ。どうなんやろ。ちなみに、今日のワテのコーデはこれ。これ中が AG でチラシのネメスのオールラブ履いてますね。どうかな、これ。どう、可愛くない。じゃあカバンな、ゴンズさん可愛いやろ、これ。どうかな、一回でもしようかな。ええやろ、かわいいやろ。気に入ってます。いいでしょ。ふいふいふい。でん、な感じでスニコン大阪初日やな。1日目、行ってきましたね。どうかな、あれは。結構人多い、めっちゃ多かったし、着いて並ばなあかんかった。めっちゃすごかった。50分ぐらい待ったのかな、並びで。いつ終わんねんと思った。最初ちょっと待ってたもん。いや、これちょっと空いてから行こうと思っててな、空いたら行ったらええわと思ったけど、一向に空かなくてな。いや、これも行かなあかんわ、並んだわ。並んで 4,50 分、ぼっちで悩んでたよ。並んでたよ。いやー、でもドキドキすんやん。うわーって思って、もうすぐやと思ってな、ドキドキしながら行ったけど、入ったわ。テンション上がったわ。ほら、こんなスタンプいただいた。うん、再入場いけるんかな、これ。うん、もうテンション上がって行ったけど、人がいっぱいいすぎ。
人がいすぎてな、ゆっくり見られんかった。うわ全然見れねえって。いやゆっくり見たかったんやけどな。だるな、盛り上がりはすげえ熱いな、熱い、ほんまにな、汗出たもん。中津涼しかったんやけどな、並びは汗出た。だけどあのみんなのな熱狂的なこううわーなってな、俺もうわーなったわ。だけどな人が多すぎてな見れない、ゆっくり見、全然見れない。人でな、わこれちょっと辛いなぁ思ってな、辛いなぁと思ってな、これ俺思ったんが早行くべきやと思った。俺なゆっくり見れんかな思って、ゆっくり空いた頃行こうと思ってんよ。甘かった、あれは早行って、早行くべきやな。これはほんまに早行かなあかんわ。もうなんもな、なんか並んでる時間が長かったぐらいさっと出たわ、そっと出たわ、ほんまに。いやー楽しむことはできへんかったけど、みんなの熱気で圧倒された。うわーってなったけどな、いやこれは早行くべきやった、絶対早行くべき。それが一番最後の方行ったらいいんかな、どうなんかなこれ。分からんけど、あれはしんどかった。ゆっくりなんかイメージは違った、イメージは違ったな、なんかな、もっとゆっくり見れるんかな思ったけど、すっごいしてた。あれはな、次回もし行くことがあれば早行こう思うわ。まず早行こう思った。でもそれ前日から行かなあかんのかあれやろ。いやそれきついなと思った。あれはやっぱない、何人かで行きたいわ。俺ぼっちやからな、ぼっちやからもうどうしよう思ったもん。不安になるわ、不安になったほんま。だけど楽しいな、あのちょっとな空気は味わえた、いい空気やった、すごい。うわーこれスニーカー込んでこんなやつことやないんや、こんなやつやないやんやって。だけどそこまで堪能はできなかった、やっぱこの行く時間で必要、早行かなあかんなと思った。なんかな、なんか乗り遅れた感があってどうにもならなかった。そんな感じかなもうこれ。次回俺がスニコンに行くことがあれば早行こうと思った。で並ぶに好きじゃないねんなあんまりな。でもこれ早行かな楽しめられへんと思ったな、ほんま。行きたかったん、いろんな行きたいとこブースもあったんよな、あったんやけどな、いかんせん人でなんかげんなりになった。次回こそはもう早めに行って堪能できたらなと思ったメッチでございます。メッチチャンネルでした。ほんまだからな、ゴンズ最強やな、ゴンズはやっぱええな、いっぱい入るから、いっぱい入るからもう最強と思った、使ってて。チラシも可愛いやろ、チラシええで、ほんまチラシええわ、なんかすっげえテンション上がるな。な感じで、はい、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。スニコン最高って言いたいとこやねんけど、俺はもっと早いかなかんかったわ。メッチでした。へい、最後までご視聴いただきありがとうございます。ツイッター、インスタグラムもやっているので、ぜひぜひフォローの方よろしくお願いします。メッチ頑張りますのでよろしくお願いします。メッチ。